今年1月の春高で全国制覇を成し遂げた就実は、打倒就実に燃える玉野光南と対戦しました。就実はエースでキャプテンの3年福村小弓を中心とした攻撃で得点を重ね、序盤から主導権を握ります。もう一人の得点源、3年の高橋凪も躍動し、第1セットを25対9の大差で奪います。続く第2セットでは玉野光南が意地を見せました。福村のスパイクを受けて得点へとつなぎ、この大会で初めて就実相手に2桁得点を挙げると、今度は強烈な連続スパイクを受け切ってブレイクに成功、3点差に迫ります。しかし焦りのない就実は丁寧なレシーブで守備をしっかりと固め、追撃を許さず、就実が10大会連続48回目のインターハイ出場を決めました。1セット目は自分たちの思うようにバレーを展開できた部分もあったんですけど、2セット目に連続失点をしてしまったり、やっぱ守備とつなぎの部分ってので崩れてしまった部分があったので、それをインターハイまでに修正していきたいなって思いました。どこのチームも就実を倒そうとやってくると思うので、それに負けず自分たちもしっかりやるべきことをやって、もう一度日本一になります。今年のインターハイは九州北部を舞台に来月21日に開幕し、バレーボールは男女ともに大分県で行われます。